アルトゥルス・クリシュヤーニス・カリンシュは、ラトビアの政治家、欧州議会議員を経て、現首相。アメリカ合衆国のデラウェア州ウィルミントンに、ラトビア系アメリカ人の子として生まれる。1996年、ペンシルベニア大学から言語学の博士号を取得。間もなく、ラトビアに移住し、氷や冷凍食品の製造、販売を始めた。2002年、 新時代党を共同で旗揚げし、同年10月には、佐玉議員に当選。2002年から2004年まで新時代党国会議員団長、2004年12月から2006年4月まで、経済省を務めた。2007年3月には、エーナルスレプシェと共に新時代党の共同代表となった。2009年7月、欧州議会議員に当選。欧州議会では、 最大会派の欧州人民党に所属し、産業、研究、エネルギー委員会、経済、金融問題委員会、租税監督特別委員会の各委員となった。また、欧州歴史は会議員連盟にも名を連ねた。2011年8月に新時代党は中道派の統一党と合併したが、2014年の欧州議会議員選でもカリンュは再選された。 2018年のラトビア総選挙では、カリンシュは統一党の首相候補となった。2019年1月7日、大統領のライモンツベイヨニスは、カリンシュに次期内閣の組閣を移植した。1月23日、5党からなる中道派連立内閣が発足し、カリンシュが首相に就任した。ありがとうございます。